加藤外松3月から1942年2月12日は、日本の外交官。元中フランス特命全権大使。富山県高岡市木町出身。1911年神戸高等商業、学校卒業。高等文官試験外交官及び領事官試験に合格し、1914年ニューヨーク領事官補。在フランス外交官補、外務省欧米局。 第2課長、在中華民国公使館一等書記官、天津総領事等を経て、1935年、中カナダ特命全権公使。1941年から、中フランス特命全権大使を務め、ビシー政府のフランソワダルラン副首相と、会談するなどして、南部仏印新中の承認を得た。1942年管理公挙。朝倉義彦編長。 加藤外松略伝、富山県高岡市木町出身移植の外交官、1890から1942、同僧会、同僧人、関係所団体神戸大学 AB 加藤外松、人事更新録データベース、助人及び事例、加藤外松官報。1918年5月8日官報歴代、中カナダ日本国大使リスト在カナダ、日本国大使館第8編。 第二次世界大戦の勃発と悪化する日米関係一般社団法人日本共有連盟新認識特命全権大使加藤外松官報1941年1月25日官報管理公共特命全権大使加藤外松官報1942年2月21日官報ありがとうございます